皆さんこんにちは。宝塚駅の見方を始めます。縁あっておよそ100年分の歌劇や宝塚グラフ、そして本公演の100年分の脚本を読む機会を得ました。そこから見えてきたことをもとにお話していきたいと思います。今回は女性演出家について。結論から先に述べると、2000年宝塚大劇場で女性演出家がデビューして以降、変革が起きているというお話です。実は女性演出家は宝塚劇の初期からいました。というと、と思われる方もおられるかもしれません。確かに今とは意味が違います。大正時代から昭和初頭、坂東流の家元、坂東のしおさん、ロシア革命の影響から亡命してきたバレエダンサー、エレナ・オソフスカヤさんが作および振り付けとして舞踊、ダンス作品を上演しています。戦前は宝塚劇団と宝塚音楽学校は一体化しており、二人は音楽学校の踊りの指導者でもありました。実は戦前は宝塚劇では演出という言葉は用いられていません。作および振り付けという表記がされていて、振り付けをすることが演出を意味していました。作演出という表記は戦後になってからのことです。戦後当初の作品では日本舞踊の西崎流の創設者西崎みどりさんが作演出として記録されています。この振り付けイコール演出という考え方は1960年代頃まで受け継がれ、宝塚劇の演出家になるには踊れることが条件でした。その頃まで男性演出家はダンスや日本舞踊を習っています。その後ある女性が演出を手掛けています。1950年代60年代のことです。こちらも現在とは意味が少し違っています。戦前戦後をつないだ大スター春日野八千代さんは北和夫さんから提案を受け演出を手掛けます。春日野さんは主演もしながら演出も同時に行った作品も多く、生涯で8作品を演出しました。菊田作品のほか、有吉佐和子さん、平岩弓恵さん、田中澄江さんら女流作家の作品も多く、女性演出家と人気女流作家の脚本のコンビは当時話題になりました。その後はベルサイユのバラで初代アラン役を演じるなど各組で活躍した三笹圭さんが退団後、宝塚劇団の演出家を志し、1980年代演出助手として活動し、新人公演の演出を担当しています。振付家、生徒による演出という流れを経て、女性が一から演出部に採用されたのは1994年、宝塚劇80周年の年でした。上田恵子さんです。一からとなる採用は創設以来初めてとなり、80年後の女性演出家の採用は大転換だったことがわかると思います。上田さんは入団試験を受け続け、最初に試験を受けてから6年後に採用されています。女性演出家の誕生は何をもたらしたのでしょうか。上田恵子さん以後、小玉明子さん、小柳直子さん、上田久美子さんらが順に舞台スタッフとして入団しています。現時点で大劇場デビューした女性演出家の作品から歴史的な変化を見ていきたいと思います。昭和のベルワラブームで宝塚劇に目覚めたという上田恵子さん。大劇場デビューは2000年、夢と孤独の果てにルートヴィヒ2世です。19世紀、バイエルン王国を舞台に、実在のルートヴィヒ2世の生涯を描いた作品です。上演の4年前に大ヒットしていたエリザベートと同時代で、作品にはエリザベートも登場します。上田恵子さんの作品といえば、まずポスターの美しさではないでしょうか。2000年になると横尾忠則さんをきっかけに森村康政さんら外部の作家がデザインを担当するなど、ちょうど宝塚劇のポスターの変革の時期とも重なっていますが、上田さん作品のポスターは毎回群を抜いて美しい舞台作りを予感させるのではないでしょうか。ポスターを通して宝塚劇を知らない人との出会いの機会を高めていると思います。上田さんは自身でポスター用の衣装や小道具も手配し、そのこだわりは外部の衣装デザイナーへ発注したルートヴィ2世やシニョール・ドンファン、ファッションを題材にしたシニョール・ドンファン、クラシコ・イタリアーノといった作品も生み出していますよね。大劇場デビュー作夢と孤独の果てにルートヴィ2世には男役の時代の変化が現れていると思います。主人公のヒロイン的存在は彼が愛したワーグナーのオペラローエングリーンに登場するヒロインエルザと拍手を重ね合わせた
幻の存在です。以後の上田さんの作品でも主役の男役が演じる役柄は、たとえヒロインが目の前にいても自分の理想を追い求める人物が多く、それが男役の孤独、孤高ぶりを際立たせると思います。小柳直子さんはシェイクスピアの夏の夜の夢に登場するサブキャラクターパックを主人公にしたパックで宝塚駅に目覚めたといいます。大劇場デビューは2011年、めぐらは再びマイオンリーシャイニースター。18世紀フランスの劇作家マリボーの愛と偶然との戯れが原作です。18世紀のヨーロッパのとある国を舞台に、翻訳相手の本心を知るため次女になりすました貴族令嬢と花婿候補の一人として参加することになったものの、自身のお付きの者になりすました貴族青年とが結婚をめぐって本当の愛を探す物語です。特筆すべきはこの作品では主題歌とも言っていい役割として平井堅さんの Life is が用いられたことです。宝塚駅は日本初のレビューモンパレ以来、海外の同時代の流行曲に日本語の歌詞を載せるというものが定型となっていますが、日本の同時代のヒット曲を歌詞を変えず、ショーやレビューではなく芝居において違和感を感じさせないようそのまま使ったというのは画期的だったと思います。例えば小柳さんが宝塚駅との出会いになったパックでは、松田恵美さんが提供した楽曲にオリジナルの歌詞をつけたのと同時に、ポップス歌手克美さんの同時代の話題曲が用いられていますが、歌詞は芝居の内容に合わせて変えられています。それに対し平井堅さんの Life is という日本の流行曲をそのまま使うこの取り組みは、宝塚駅ではないようで宝塚駅として仕上げました。宝塚駅では日本を舞台にした日本ものの存在の是非についていつも話題になりますが、西洋を舞台にした作品ながらも新しい日本ものといえる演出だったと思います。その後の小柳さんの作品シャルウィーダンスルパン三世は、一見企画主導が強いように見えるものの、原作は日本で生まれたものであり、これらも宝塚駅でもないようで宝塚駅でもあるような作品として理解できるのではないでしょうか。着物を着ているから日本物というのではなく、ここに宝塚駅のあえて言えば日本物の未来があると思います。上田久美子さんは歌舞伎、文楽、能に先に親しんでいた後、ベルサイユのばらで宝塚駅に関心を持ったといいます。大劇場デビューは2015年、星愛人よ。18世紀の日本、徳川吉宗の時代を舞台に、農民たちと同じように育った田舎の城主の息子と農民の男と女、幼馴染の3人を描いたオリジナル作品です。特筆すべきはこの作品では主人公は星読みができること。星の動きを知ることで政権に気に入られ、政治に関わっていきますけれども、その能力は天候と密接に関わる農業も厳密に管理していき、幼馴染とかつて一緒に見た星が違って見えてしまいます。上田久美子さんはバウデビュー作月雲の巫女でも、古事記と日本書紀において外織姫が同じ名前にもかかわらず描かれ方が違うという点に注目しています。ここには書く、記録するという行いに潜む政治的な面、善と悪とを決定してしまう政治への眼差しがあると思います。銃や刀を用いた激しい場面としての戦争描写や、例えば2004年の宝塚駅スタノーのような現実世界の政治対立の投影ではありません。政治、宗教、性の問題を取り扱わないと暗黙の了解になっている宝塚駅の中で、政治の本質の部分に目を向けた表現であり、固定化された身分や階級が入れ替わろうとするのではなく、差別そのものがなされていく過程を捉えています。だから上田久美子さんは物語を終わらせずループさせるんですね。上田さんの目線は宝塚駅の新時代を告げていると思います。ここまで触れなかった上田恵子さんについて入団した児玉明子さんは2007年大劇場デビューを果たしたのし、2013年に退団しています。現在は外部の芝居の演出を手掛け、宝塚駅の表現を新しい世界にもたらしています。また上田恵子さんが大劇場デビューする2年前、1998年からは5サミリの芸名で活躍した卒業生で、演劇界で振付家演出家として活躍するシャー玉江さんが柴田幸宏作品などで演出、振り付けを手掛けています。こうして見れば、女性演出家だからというものではないかもしれません。けれども、女性演出家から新しい取り組みが始まっているのは確かです。今回のお話は以上です。それではまた次回。